とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあタワー更新されましたね。なんと珍しい、前回21回だったんだけども、今回も22回。珍しいね、こんなこともあるんだ。とりあえずエンチャントは特にいいのはついておりません。行きましょう。前回がね、全部冬のステージだったので結構嫌いだったんだよな。おーおーおーおお、なかなか嫌な感じだね。あー危ねえあっぶね。しょっぱなからこの赤が出てくるか。赤が来ますか。しゃめんどくせえな。一回ちょっとめんどくさいね。よし、でもまあ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 問題はないかな。うん、最初に出てきたあの赤がちょっと強いだけで、あとは特にっていう感じか。はい、ほっほー。おー、エンチャント最高じゃねえか。エンチャント最高だな。でもこっちも気になるんだけども、まあまあいいや、乱射でいきます。はいはいはい、こんな感じなのね。ちょっと待て、あっぶねえ。ちょっと待って、エンチャンターが結構出るぞ。あっぶねえぞ。あぶねえ、あぶねえ。結構今回きついかもね。おお、全体的に敵が強め。うん、結構強めだよ。あー、アップドラフトとかなんか持っていった方がいいのかな。一応持っていこうかな。うん、アップドラフト緊急回避にはなるからね。行きましょう。今の敵の数だったらちょっと注意していった方がいいかもね。よっしゃ。さあ今回のメインウェポンは何になるんだろうか。使いやすいやつがね、なんか強いエンチャントついてくれれば嬉しいんだけど、どうだろうね。アップドラフト使うまでもないか。うん、まあまあ緊急か。ああ、なんつうことするんだお前は。よし。あ、でも全体的に敵は多めだね。うん、結構多いかもしんない敵が。アップドラフト、はい、3回クリア。うん、アップドラ一発で倒せるんで。さらに、あー、なるほどね。いや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 、でもドラだろうな。後でドラが出るんだったらこういうのも取っていいけど、まあまあ初見だから分かんないもんね。はあ、いやー今回報酬がいいよ。うん、だからちょっとな、悩むね。何を取るかがすごい悩む。まだ終わりじゃないでしょ。数はね、やっぱ出るね。敵は結構数出てきますよ。よし。うん、でもアップドラフトが結構役に立つ。うん、敵が多いとこではやっぱりいい感じだね。あれ？もういい？あ、いた。まだ？あー、いた。あー、敵の数が多すぎるよ。探すのがめんどくさい。まあ、ここはいりませんね。うん、あえてランタンをね使っていきたい気もするけども、まあいいか。ソウル系は持っててね、損はないからね。よし、 OK、 倒しきらんよね。おお、あぶね。そろそろ、
クリーパーがいっぱい出てきそうな気配はあるんだけどな。大丈夫か？しゃ。クリーパーがいっぱい出てきたら嫌だな。終わり？5回クリア。クリーパーは1体だけ。あー、エンチャントいいね。変えようか。うん。あ、悩むところだな。一応初見だからこっちで行こう。はい、ここも結構敵が多く出やすい場所だよね。うん、挟まれんようにしてると上にいるかな。まだいるね。よっしゃ。終わりかい。終わりかい。6回になるといきなり敵が少ない。もう最初から少なめで言ってくれ。槍でいくか。うん、初期装備っていうのもちょっとね不安だからね。何が来る最初。ユニークかなあ。もうこれでしょう。おお、ハープになった。ナイス。ハープか。ならばマルチショットで次の回に行って長弾も入れましょうか。おー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 おお、なるほど。まあ槍に変えてよかったよ。1体か2体か、多分2体じゃない。お、1体か。なるほど。おほ、でもハープでいけば余裕。ハープ打ちまくれば問題なかったね。はい、クリアです。まだ消えないの。消えたね。あー、いや、いいかな。なるほど、やっぱハープの火力はすげえな。うん、すごいわ。 OK、よし。おーい、おーい、めんどくせえな、ここ。あぶねえ。ちょっと待て、結構嫌な感じ、ここ。もうちょっと待って、マジで嫌な感じだ。おーい、あぶねえ。すっげえな。ちょっと待って、これ戦う場所を考えんといかんね。うん、俺が戦った場所あそこはダメだ。ちょっと場所考えよう。ああ、愛のメダル間違いないね。今回ちょっと難しいかもしれないですね、若干。うん、慣れてない人にはちょっとクリアが難しいかもしんない。おーい、いけ、任せた。よし、なんか回復手段が欲しいな。もうちょっと回復手段が欲しいね。てか、そうね、これハーフクロスボウがあるから今いけてるけど、これは矢がなくなったら大変だね。今回箱もなさそうだし、ちょっと厳しいかな。多いな、多いな、これ。ちょっと待て待て、エンチャ切れるまで引こう。なかなかだな、ほんと。はい、終わり。10回クリア。あー、結構難しい。あ、ドラここにもあるか。なんか手前で
コグとかリョバオのあれも取ってこれますね。うん、それもありだわ。んで強化メールにして耐久力上げるとかもいいね。エンチャントは別にいいのないけど。で冬か、おーク リーパーも出るんかい、怖いな。ちょっと待って、ちょっと愛のメダルを、これのお世話になろう。あ、間違えた、間違えた、死ぬ死ぬ死ぬ、危ね危ね、死ぬよ足滑らせてる場合じゃないよ、危ね危な、おおポーションバリアに助けられた。なるほどね、ここもちょっと戦う場所注意だわ。入り口付近は危ないからこちら辺で戦った方が良さそうね。うん、ちょっとそこも考えていこう。まあ森の矢筒でしょう。でここか、おーい、嫌な場所、もうあっぶね、これ下手したら、うーん、やり方間違えたら詰むね。いけ、任せた、よっしゃ、ちょっと待て待て、結構きついぞやるね、よし、クリアです。矢が91本、まあまあ91あれば、あ、はいはいはい、キノコまであるの、いや今回すごいね、キノコまであるぞ。あー、いや、うん、そうね、キノコだろうね、こっちが。で武器はもう槍でいかないと思うんだよね、最終的には。これだ。でハープを、防具もそろそろ変えたいね。うん、防具もまあまあクールダウン入ってポーションバリアも1入ってるんだけども、よし、誰が来る、1体2体、どちら、怖えな、おーいいね、あー嫌なやつ、よし任せた、よしいいね、いいよいいよ、これ一気にいけるわ、無理か、なんかもったいない気するけど、いいや、あ、ちょっと待って、いいやつがついたねいいやつついてるね、あぶね、お、ちょっと待って、倒せないんかい、もう近接の火力が全然ない。あ、いやでもさ、もうユニークは過ぎたのよ、ユニークすぎた、ハイランドで行くか、うん、槍よりはまあまだ使っていけますね。いや防具変えたい、防具を変えたいな、ちょっと待って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 、おいおいおい、ちょっと待て、ここで殴るな、やばいぞこれ、あれでやっべ、結構きつい、よし、もう出ない、大丈夫か、戻ってくるの面倒だからね。お、いいね、結構激怒が発動してくれてる、ありがたい、おう、よっしゃ、ちょっと待って、いけ、これね、矢がたくさん出てきたらかなり楽になるタワーだと思う、今回のは。よし、ナイス、
あ、やっぱ今回ね、これ激怒。1だけど、これにだいぶ助けられてるな。あー、輝くロープにしようか。でもエンチャント良くねえな。釣り竿もあるんだ。まあ釣り竿は、ちょっと初見では使わないときましょう。ちょっとずるいんでね。輝くロープにしよう。エンチャント良くないけどね。エンチャントは、点で使えるやつがないんだけど。まあ、そうね。こんな感じでいいか。凶暴化も一応入れとけ。発動するかわからんけど。行くぞ。まあまあ今回のメインウェポンはもう間違いなく、やばいって。ちょっと待って待って、動けん。いや今回難しいわ。結構ね、今までの中でもかなり難しい方だよ。今までのタワーの中でこれやばいね。よし、戦う場所をすごくね考えなきゃいけない。今回のタワーは戦う場所が本当にね重要ですね。で、矢も本当になくなりやすい。すごい使うんで。むしろ、矢がないとね、攻略が難しい。いないんかい？どこいるの？上？あ、いた。なんだそれ。そこにいるんかい。あーならもう愛のメダルでいいじゃん。はい。16回クリア。難しい。今回結構難しいよ。じゃあ次17回行きましょう。あー。コブに変え、いや、そのまんま行こうか。やりもいいけどな。エンチャポイントもったいないけど、ちょっと槍に変えます。で、トムと、リフレッシュ。いや、待て。待て。ちょっと考えさせて。ここ怖いな。まあ、ちょっと上の方から狙いながら行きましょうか。ちょい。これ怖い怖い。ちょっと待って。すごいね。今回、ちょっと待って、すっげえぞ。難易度、すごいね。今回ちょっと本気出してきてるな。今回ちょっと本気だな、これ。よし。でも、それでも俺はクリアする。ちょっと、どいて。いいかな、これは。行きましょう。あー、またこれちょっと狭いんだ。後ろ側で行こうか。任せた。よし、出るね。本当に序盤だけじゃなくって後半もこんなに敵が多いか。うおい。よし、いいんじゃないの。よし、OK。矢も出たね。やっぱスライムはね、倒して矢をゲットしておきたい。落としやすいんでね、あいつは。次。おお。また武器変えるか。あ、いやいや、ハイランドいいぞ。ハイランドは軽減までついてるんでいいですね。で、最後の叫びも入れとけ。これ22回のボスが気になる。なんだろうな。行くぞ。多分これでね、ハイランドでだいぶ戦いやすくはなったはず。行け。いいよ。
よし、これ本当にね、最初に撮ってるこのハープクロスボウめちゃくちゃいいね。ハープクロスボウがないと結構厳しいかもしれない。今回はよし、ナイス。ハープが本当に使える、めちゃめちゃいい。敵が多いんでね、いらんかな。うん、いりません。でここか、なんかボスラッシュしたらここあれだな、大釜が出てきそうな気がするな。前もなんかこのステージ大釜出てきたもんな。よっしゃ、ちょっと待って、愛のメダルはちょっと最後まで貯めとこう。なんかガードとか出てきたもん嫌だしね。すげえな、数がすげえな、本当にすんごいわ。よし、OK、終わりか。終わりだね。よし、終わりでしょう。いやー、すごい。で、商人ね、いりません。あ、そうか、釣り竿とつるはしでいけるわ。キノコあるし、これあのハープクロスボウが良さそう。うん、150本になるから、これうん、ハープでいったら間違いない。槍の火力じゃちょっととてもじゃないけど倒せそうにないしね。まあ、虚毛さん入れて、うん、まあうまいこと戦っていきましょう。いや、虚毛さん意味ねえわ、あんま意味ないわ。何、おーいってうーん、2回連続でこいつか。よし、ちょっと待って、でもハープクロスボウがあるんでちょっとはマシだね。うん、ハープあるんでちょっとは早く倒せそうです。次でドラ使って、おい、止ま、固まるなって、嫌がらせでしょ今の。もう、あ、でもここで OK、 よし、いけるやろ。終わりー、はい、おしまいです。うん、クリア。今回のタワーは、難易度高いです。難易度高い、うん、とにかく敵が多いし、戦う場所を間違えればやられちゃう。なのでこれはちょっと攻略しがいがあるな。では報酬を見て終わります。どうだろうか。うん、微妙、微妙です。あ、あー、いいね、いいね、いいな。まあ、わ、悪くはない、悪くはない。一応取っとこう。うん、他人の小玉の中では最強のやつになりそうだね。そうか、まあこれ取っときます。はい、ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。